日本鹿児島県鹿児島市東仙国町東仙国町は鹿児島県鹿児島市の町。旧鹿児島城下東仙国馬場町、鹿児島市東仙国馬場町。郵便番号は892-0842。人口は791人、世帯数は492世帯。東仙国町の全域で住居表示を実施している。鹿児島市の中央部。 光月川下流域に位置している。町域の北方には、照国町、南方には、山の口町、西方には、西千国町、千日町、東方には、中町がそれぞれ接している。北端には、鹿児島県道24号鹿児島東一機線が、通っており、南端には、鹿児島県道21号鹿児島中央停車場線、及び、 鹿児島市電が通っており、町域内には天文館通電亭が所在している。中町薬金星町などとともに天文館の一部を形成しており、テルク二町交差点より天文館交差点、国道225号の沖や交差点から天神馬場,場通りがアーケード通りとなっている。東仙国町という町名は、江戸時代に仙国と二条の武士が居住する。 武家屋敷があった地域を戦国と呼び、鹿児島城を中心として、戦国の東方に分けたことに由来する。江戸時代は、鹿児島城下の市屋敷であり、主に上級武士の住居地域であった。また町内には、沖屋と呼ばれる、多国支社等を接待する各社があった。また沖屋は米などの食料を整える場所でもあった。明治初期より、東戦国馬場町と称していた。 1889年に市政が施行されたのに、伴い、鹿児島郡鹿児島城下の47町を呼び、近在の三村の区域より、鹿児島市が成立した。また、それまでの東戦国馬場町は、鹿児島市の町、東戦国馬場町となった。1899年には、従来の町名より、馬場の名称を削除し、東戦国町に改称した。 1910年の鹿児島案内機によると、当該区域は商業の中心として賑わいを見せていると記されており、現在も天文館の一部を構成している。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1965年には中央地区で 住居表示実施に伴い町の再編が行われ、東仙国町の全域で住居表示が実施された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。ザビエル公園内にあるザビエル、来種化記念日鹿児島工業、信用組合本店私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 天文館通電停、国道県道鹿児島市交通局鹿児島市電1、系統、鹿児島市電2系統。ありがとうございます。